い、皆様こんばんは。おっさ芸能塾長です。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、バーボンウイスキー、アメリカのウイスキーであるバーボンウイスキーの、職人、伝説の蒸留者、伝説の職人の名を冠した3銘柄をいただいていきましょうという回になりますので、今回もどうぞよろしくお願いいたします。登場するのはですね、エヴァン・ウィリアムス、エライザ・クレイク、そしてベイジル・ヘイデン、この3銘柄全員がそれぞれ伝説の作り手というようなね、何でしょうかね、すごい匠の職人だったっていうね、そういう、名前を冠する銘柄 の登場ですね。まず1個目、エヴァン・ウィリアムスですね。エヴァン・ウィリアムスは1783年ですね、オハイオ川のほとりにですね、蒸留所を建ててですね、ケンタッキーで初めてバーボンを作った、ウイスキーを作った、ファーストディスティラー、初めての、蒸留者っていうことでね、名を知られている、方、それがエヴァン・ウィリアムスっていうことなんですね。で、エヴァン・ウィリアムスはですね、ブラックラベルを筆頭にグリーンラベルとか、ボトルド・イン・ボンドとかいろいろあるんですけど、今回は、スモールバッチの登場ですね。少量仕込み、スモールバッチ、小ロットで作られると。いわゆる、容量の少ないね、木だるを、数たるで厳選、セレクトしてですね、それをうまくバッティングしてできたっていうのがですね、この、エヴァン・ウィリアムスのスモールバッチっていうことなんですね。と思ったら、これ、この2つも両方スモールバッチなんですよ。ですので、まとめるとですね、今回この3銘柄は全部スモールバッチ。ですので、スモールバッチ、バーボンウイスキーのスモールバッチの3銘柄っていう風にね、形容してもいいかもしれませんね。まさしくね、エヴァン・ウィリアムスの、スモールバッチの名前はですね、エヴァン・ウィリアムス1783、1783かな。まあ、そういう銘柄っていうことなんですね。まず、それがエヴァン・ウィリアムスになります。そして、真ん中の、このね、ごつい四角いボトルはですね、エライザ・クレイグ。エライザ・クレイグっていうね、ファーザー・オブ・バーボン、いわゆるバーボンの父親というふうにね、呼ばれてる銘柄。それが、今回のね、エライザ・クレイグのスモールバッチっていう銘柄なんですね。エライザ・クレイグっていうのはですね、ケンタッキー開拓の時代の時のですね、プロテスタントの牧師なんですね。エライザ・クレイグ牧師。エライザっていうのはイリアっていうね、言い方もするんですけど。牧師の名を冠するのがね、このエライザ・クレイグっていうことでして、そしてエライザ・クレイグは、ファーザー・オブ・バーボン、いわゆるバーボンの父親と呼ばれてるゆえん、理由はですね、バーボンウイスキーのですね、作り方を、確立した、バーボンウイスキーの独特の作り方を確立したというね、そういう背景から、ファーザー・オブ・バーボン、バーボンの父親っていう風に呼ばれてる、それがね、この銘柄ってことなんですね。具体的にはどういうね、作り方を実践したかというと、あれですわ、バーボンウイスキーは今ではね、もう当たり前になってるんですけど、トウモロコシ 51% 以上を使用しまして、そして、新しい樽、新樽、新しいオーク樽しか使ってはいけないというね、贅沢な作りがね、バーボンウイスキーなんですけど、その中にですね、その規定の中に、木樽の内側を強く焦がした新樽を使用、そしてそこに、ウイスキー原酒を入れて樽貯蔵するっていうね、規定があると思うんですけどね。このね、樽の内側を強く焦がす、その樽をですね、その樽にウイスキー原酒を入れて熟成させたっていう作り方を初めて実施したのが、エライザ・クレイグ牧師っていうことなんですね。今じゃね、もうトーストするのはね、なんでしょう、チャーするのはね、樽の内側を焦がす、いわゆる、チャー、トーストするのはもう必然というか当たり前のことになってるんですけど、その当時初めて内側を、何らかの理由で焦がしてやってみようと思ったんでしょうね。それによってですね、バーボン原酒を樽熟成させてですね、そして、今の、秀逸な美味しいね、酒質のバーボンになるっていうね、そういう作り方を初めて実践した人物、それがエライザ・クレイグっていうことなんですね。樽の内側を強く焦がすことにトーストすることによってですね、植物繊維、いわゆる樽っていう木っていうのはですね、大きくは、セルロース、ヘミセルロース、そしてリグニンっていうね、3つに分かれてるんですけど、この3つ目のリグニンがですね、加熱によってですね、分解するとですね、バニリンとか、バニリン酸、バニリンアシッド、
ていうね、いわゆるバニラのね、風味を呈する成分に変わるんですね。まあ、そのあたりをね、一つ狙ってですね、まあ、その他にもね、トーストすることによっていろんな作用が与えるっていうのは期待できるとは思うんですけど、やはりそのバニリン&バニリンアシッド、バニリン酸をですね、ウイスキー原酒に、何でしょうかね、与える。これがまあ重要なね、ポイントの一つなのかなというふうに思いますよね。そして三つ目は、ビージルヘイデン。ビージルヘイデンですね。ベージルヘイデンっていうのはね、あれですわ、バーボンのね、ウイスキーの代表的な銘柄にね、オールドグランダットっていうのがあると思うんですね。オールドグランダット、偉大なるおじいさんっていう意味ですね。その偉大なるおじいさんのモデルになったのが、まさしく伝説の作り手であったベージルヘイデン。そのベージルヘイデンの名を冠している銘柄がこちらっていうことなんですね。これは確かあれですね、ベージルヘイデンが1796年にね、蒸留所を継ぐってウイスキー作りを始めたんですね。1796年っていうのはすごい古い年で、あれですね、その4年前にはケンタッキーの場所、ケンタッキーのエリアがですね、アメリカ合衆国に参入した年が1792年、ケンタッキー州ができてから4年後の1796年、ラベルに記載されてるんですね。そういうケンタッキー州の生まれた4年後っていう風に書かれてるんですけど、その時に、作り始めた。プラス、その時の大統領っていうのは、ジョージ・ワシントンですね。アメリカ合衆国、初代大統領のジョージ・ワシントンの時代に、ベージル・ヘイデンは作り始めたってことなんですね。そして、ベージル・ヘイデンのさんのお孫さんに、レイモンド・ B ・ヘイデンっていう方がいらっしゃいまして、その方がプレミアムなバーボンができた時にですね、このベージル・ヘイデン、おじいさん、偉大なおじいさん、というね、名前を冠しようということで、プレミアムなバーボンに、オールドグランダットっていうね、銘柄を提したんですね。そのオールドグランダット、まさしくね、ベージュヘイデンっていうことなんですね。おじいさんがベージュヘイデン。そしてそのベージュヘイデンの名を冠しているのが、こちらの銘柄。そうするとですね、オールドグランダットっていうのはですね、バーボンなんでトウモロコシ、コーンが半分以上で仕込まれてるんですけど、その中でも他の穀物のですね、ライ麦、いわゆるマッシュビルですね。穀物を混ぜていくんですけど、トウモロコシ、ライ麦、大麦とか大麦麦芽を混ぜるんですけど、それが、マッシュビルっていうね、そういう比率になるんですけど、ライ麦のマッシュビル、比率が大きいっていうのがね、このオールグランダットの一般的な銘柄なんで、おそらくこのベージルヘイデンもですね、ライ麦のね、要素がよく出てるんではないだろうか。プラスそういう記載がありますよね。まあ、そのような3銘柄ですね、全部スモールバッチ。伝説の蒸留者の名を冠している銘柄、いただいていきましょう。まずは、この、エヴァン・ウィリアムスのですね、1783ですね、1783からいただいていきます。まあ、全部とりあえず入れましょう。ストレート。あ、全部入れやんでも一個ずつ飲んでいこうか。そうしましょう。すいません、コロコロ変わって申し訳ございません。では、エヴァン・ウィリアムスのね、スモールバッジからいただいてきまーす。そうですね、色はですね、ブラウンがかった琥珀、アンバーという印象ですね。透明感あります。香りを取ります。ストレートです。あれですね、黄色樹液。木質な感じがしますね。まるでカブトムシとかクワガタになったような気分。そしてですね、その後にですね、なんだろう、ユーカリとかですね、杉の木のようなですね、そういう針葉樹林関係のですね、香りがブワッて出るような印象がありますね。そして、そうですね、やはりですね、バニラとかカラメル関係もそうなんですけど、その、うまく言われませんけど、その木とですね、甘さが融合したような、そのようなね、印象。まったりしてるような、優しいような、穏やかなようなですね、そんな印象があるかなっていうふうに思いますよね。飲んでいきます。ストレートです。今日もカミカミでーす。いや、甘く入ってきますわ。とろっと入ってくるんですけど、途中からですね、ドライな印象がもわってきましたね。リファインされた苦味、心地よい苦味が来てですね。そしてですね、タンニン由来、木の皮のポリフェノール、木の由来のポリフェノール由来のですね、タンニン、
によって渋みも感じますね。でドロッとね、トロッと流れてきて、そしてですね、喉を駆け抜けていくんですけど、非常に穏やかですね。アルコール感ね、43%。アルコール度数 43% なんですけど、パンチは確かにあるんですけどね、なんでしょう、優しい印象で流れていきますわ。で余韻もですね、気量が大きいですね。気量が大きくて、器がでかい。非常にですね、落ち着いたクラシカルな味わい。上質やね、やっぱりね。非常に滑らかでスムース、上質。この表現が的確なのかなっていうふうに思いました。いいですね。では、その次はですね。エライザ・クレイグのですね、ストレートも頂戴していきましょう。ボトルがまた、おもろいボトルしてますよね、これね。うん、こう比べるとやはりエライザ・クレイグの方がちょっと色濃いですね。ブラウンがかったような、見えますかね、ブラウンがかったような赤みを帯びたのが、もうちょっと豊かになったのがこのエライザ・クレイグっていう風に思いますね。ではエライザ・クレイグは、外観はいかがでしょうか。濃いアンバー、濃い琥珀ですね。ブラウン、そのような印象ですね。香りを取っていきます。なんて言うんでしょうかね。ペタって貼り付けるようなね、でんぷんの糊っていうのはあると思うんですけど、そのようなね、なんでしょう、糊のような、ペタって貼り付けるような、そういうね、糊っぽいような感じがしますね。そしてですね、例のごとく、樹液とかですね、杉の木とかね、メントールのような、そういうような香りが穏やかに来ていまして、でね、カラメルとかクリームブリュレ的な、クリームブリュレですね。バニラを焦がしたような。それもね、そんなにね、豊かなバニラっていうわけではなくてですね。落ち着いた感じの、カラメル感があるのかな。クリームブリュレ感があるのかなっていうふうに思いますよね。飲んできます。エライザ・クレイグのストレートです。まったりトロッと入っていきますね。で、甘みも感じるんですけど、合わせてね、旨味ですね。旨味も感じます。いや、ふっくらふくやかやわ。大きい存在ですわ。丸い存在ですね。甘さの余韻が深いっていうのかな。これね、アルコール度数 47% なんですよ。エライザ・クレイグ。一番高いんですけど、アルコール感の強さ、あまり感じないよね。いや、感じないって言ったら語弊があるね。感じます。感じるのは間違いないんですけど、なんでしょう、そこまで、なんて言ったらいいのかな、強く感じない？非常になだやかですわ。いやー、やっぱりスムースで滑るからね。そしてですね、リッチですわ。そうか、それがいいね。スムース&リッチ、スムース&メロー、そのような表現がふさわしいと思いますよね。いやー、甘さの余韻がどーんとね、響いていくような。後を引く。とてもね、こちらも、エヴァン・ウィリアムスとともにですね、器の大きい酒っていう風に思いましたね。さすがやな、ここまでバーボンのスモールバッチっていうのはね。本当に面白いですわ。では、その次はですね、ベイジル・ヘイデンのですね、ストレートをいただいていきましょう。オード・グランダットの、モデルになった、偉大なる蒸留者、ベイジル・ヘイデン。どのようなね、味を私に教えていただけるんでしょうかね。よっこいしょ。はい、失礼いたします。ベイジルヘイデンです。と、外観はどうでしょうね。3つとも、この2つは同等ぐらいの濃さですかね。で、こちらだけちょっと、まあ、濃いんですけど、まだ淡い感じっていうのかな。3つに比べたら淡いっていう印象ですけど、ほとんど似てるけど、この2つは似てるって感じですとかね。はい、ゴールド、アンバー、ブラウンでーす。香りはいかがでしょうか。伝説の作り手、ベイジルヘイデン。これだけね、これだけって言ったらおかしいね。アルコール度数 40% です。まとめると、43、47、40っていうね、感じですね。香りを失礼いたします。ベイジルヘイデンです。あ、これはあれですね、真ん中のエライザ・クレイグとよく似た香りですわ。
という考えたらこっちのねエヴァン・ウィリアムスもよう似てるかもしれないね。やはりスモールバッジ特有のですね、そういうなんでしょう、スモールバッジって言ったらこういう樽、こういう種質のこういう香りの原種の樽が選ばれるのかな、セレクトされるのかなっていうふうにね思いましたよね。うん、なんて言うんでしょうね、あとオイリーさがありますね。やはりライ麦のマッシュビル、構成が大きいっていうのがあるのでオイリーさがあって、で木の樹液、そしてあのバニラがちょっとある、カラメルがちょっとあるっていうようなそんな印象でしょうかね。飲んできます。ストレートです。ベイジュヘイデン。うん、うん、甘さ最初パッてくるんですけど、やっぱりどちらかというとあれですわ、アドバンテージを得るのはドライ&スパイシーですわ。辛口&胡椒的な感じ、スパイシーな感じですね。これがやっぱりライ麦のですね、なんでしょう、力っていうんでしょうかね、をふんだんに出してるような味なのかなと思いますよね。いや、途中から、途中っていうか前半からね、この非常にですね、甘くトロットというよりはですね、アドバンテージを得れるのは間違いなくですね、ドライさ、それもね、洗練された、リファインされた、喜ばしい苦味ですね。喜ばしい苦味、アンドスパイシーさ、ピッと辛い、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、ピンクペッパー、そのようなですね、ピリッピリッピリッという風なスパイシーさがある。そんな印象ですね。で、飲んだ後はですね、なんて言うんでしょうかね、あの、優しいですわ。えらいまろやか。なんて言うんやろね。奥が深い、懐が深いようなですね。そんな印象ありますよね。いや、すごいね。ベージュヘイデン、面白いね、これもね。スモールマッチ、この3つ、どれもね、面白いっていうのをね、改めて認識しましたね。あ、こう見たら真ん中がやっぱり一番色濃いね。失礼しました。これとこれ、エヴァン・ウィリアムスと、ベージュヘイデンが香りが似てて、失礼しました。色、外観が似ててですね。真ん中の、エライザ・クレイグだけが色濃いっていうね、そんな印象かなっていう風にね、今、見受けられました。では、続きまして、加水をね、楽しんでいきましょう。こんな感じかな。よいしょ。ではそれぞれの加水1対約1対1ぐらいですね。これね全部ねうまいんです。結論が言うとですね、この辺の加水はもう外れないよねっていうね、そんな、味わいですが、再度、再確認を、再度再確認でおかしいね、再度確認をしていきましょう。今日も余裕ですね、本当ね。あ、これはあれですね、ちょこっとチョコレートです。例のごとく。ちょこっとチョコレート。ちょこっとミルクチョコレート。でね、最初ね、プワーってね、ベジタブル的な感じ、およびね、パフューミーな感じ、華やか、フローラル、シャボン的な感じですね。そういう印象が出たんですけど、今嗅ぐとですね、ミルク&チョコレート。そしてですね、あ、言い方悪いね。言い方はよくよろしくてね、ミルク&チョコレート。ミルクチョコレート、およびベジタブル。ベジタブル関係にミルクチョコレートが合わさってるような、そういうユニットを結成してるっていう風に思いますよね。うん。はい、口に含んでいきます。かついでーす。うん。いやー、スムースに甘くトロッとですね、爽やかに流れてきますわ。甘みを、なんだろう、甘みの、なんていうのかな、勢いがドーってきます。で、途中、最後あたりからですね、喜ばしくて嬉しい苦味が、じわ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 、刑事的に出てくるっていうのはね、えらいスムースで滑らかですね。本当に、シルクのように、ベルベットのように、まるで、羽毛布団のように、アンド、綿毛布のようにですね、流れてきますよね。いや、余韻大きいわ。上質。上品、すごいね、ここまで来るとねっていう風にですね、納得できる、非常にね美味しくいただける加水っていう風に思いました。さすがエヴァン・ウィリアムス1783スモールバッチっていう風に思いましたね。いや、この辺やっぱりどれも実力あるよね、やっぱりね。
実力あるっていうか底力があるね、どれもね。そしてイリア・グレイグ、いわゆるエライザ・グレイグの、加水を楽しんでいきましょう。今回スモールバッチなんですけど、アメリカの、本場のホームページ見るとですね、トーステッドバレルとかで、あと18年ものとか、あとライウイスキーとかね、なんかそういうものも結構あったりとか、あとバレルプルーフか、そんな銘柄もあるんですけど、やはり一番シグニチャー代表的なものはですね、この、エライザ・クレイグはスモールバッチっていうのがね、一番有名ですね。加水いかがでしょうか。やっぱりみんなスモールバッチっていうのはこういうところをターゲットとするのかな。これもね、ミルクチョコレートです。ミルクチョコレート、あとあれですわ、チョコレートシリアルみたいな麦チョコ、ちょこっと麦チョコ、ちょこっとミルクチョコレート、でその後にですね、例のごとくペタッて貼り付けるでんぷんのりみたいなね、そういうのりのようなでんぷん的な、やっぱりそのトースト焦がした、チャーした樽の内側を焦がしたところからですね、バニリンのバニラの感じがですね、またチョコレート風味に、なんて言うんでしょうね、リンクしていくんでしょうね。そういう風に思いましたね。非常に甘やかしい香り、プラス、でんぷんのり、そのようなユニット、タッグかなという風に思いましたね。飲んできます。加水です。エライザ・クレイグの加水です。最初ね、ボリュームが熱いです。ボリュームが熱い甘さがムワーってくるんですね。そして途中からですね、なんて言うんでしょうね、酸味もちょっとあるんですけど、木由来成分のポリフェノールのタンニン由来の渋みですね。心地よい渋みが出てきてですね、そしてですね、クリアで落ち着いた苦みが出てくると。バランスいいですよね。非常にね、あれですわ、なだやかに、穏やかに、しかしながら、大きい存在ですよね。やはり、ファーザーオブバーボン。バーボンの父親っていう言われるぐらいね、非常にですね、公衆のバランスがいいっていうんですかね。落ち着いた印象やわ。しかしながら、存在感を残すね。やっぱり、この、なんて言うんでしょうね、人物、歴史上の人物、酒の作り手の人物の名を冠する酒っていうのは、やはり、なんて言うんでしょうね。間違いないよね。っていう風に、その実力を再認識できた銘柄。それが、エライザ・クレイグ、スモールバッチっていう風に思いましたね。いや、力入るわ、今日も、ほんま。で、最後は、偉大なるおじいさん、オールド・グランダット、モチーフになった人物、伝説の作り手、ベイジル・ヘイデンですね。ベイジル・ヘイデン。その名を冠した、プレミアム銘柄、スモールバッチ、飲んでいきます。加水でーす。いかがでしょうか。香りの方を取りまーす。なるほど。これはですね、どっちかというと、野菜関係ですね。ベジタブル。ただベジタブルだけじゃなくて、フローラルベジタブル&ハーバルベジタブル。ウッディーベジタブル。そういうような印象ですね。あとね、なんだろう、生姜とかね、なんかそういうね、土の中にいそうな植物の根っことかね、ルートですね、アンジェリカルートではないんですけど、そのようなですね、根っこ関係、いわゆる大地の強さ、大地の風味を教えていただけるような、そうか、この辺がやっぱりマッシュビールがライ麦が多いっていうのが一つヒントに、要因にファクターになってる可能性があるのかなっていうふうに思いましたね。ベージュヘイデン加水をいただいていきます。甘みくるんです。まったりとして落ち着いた甘みが来ましてですね、なだやかに流れていくんですけど、やはりマッシュビルがライ麦が多いっていうことが印象といいますか、骨格としてあるのかな。途中からですね、出ましたね、スパイシー&ドライ、ドライ&スパイシーですね。この辺のね、ニュアンスがやっぱり出てきますね。いい意味ね、深掘りしてるような手術ですわ。直球深掘り、直球的な深掘り、そのようなですね、味わい、
それはですね、まさしくですね、ドライ&苦味、喜ばしい、心地よい、嬉しいですね、気量の大きいドライ&苦味、世界最強ダックですね。プラスね、あれですわ、旨味もですね、感じるような印象ですね。いやー、非常に考えさせられるようなダイレクト、こちらはダイレクトな脂質、しかしながら後の余韻がとてつもなく長いですわ。余韻がとてつもなく長い。確かこのベージュヘイデンはあれですね、作ってるのはジムビームなんです。ジムビーム社が作ってるんですけど、ジムビームの、6代目伝説の革新者イノベーターであるブッカーノー、ブッカーノーっていうのがね、まさしくスモールバッジをね、出してきたんですけど、世の中にね紹介させてきたんですけど、そのブッカーノーが手掛けたですね、スモールバッジのセレクションの一つに選ばれてる、選ばれてるっていうか作ったっていうことですね。例えばどういうものをね、他はスモールバッジセレクションあるかというと、ノブクリーク、ジムビームの代表的なスモールバッジはね、ノブクリーク、そしてブッカーズ、まさしくブッカーノーの名をご自分で、冠したブッカーズ、ほんでベイカーズですね。ノブクリーク、ブッカーズ、ベイカーズ、そしてですね、ジムビームとはちょっと離れてた、確かメリーランド州かなんかの出身やったんかな、ベイジュヘイデンっていうのはですね、そうですね、ライ麦のマッシュビルを大幅に上げているベイジュヘイデンのその脂質をジムビーム社、いわゆる、ブッカーノーは取り込んでですね、スモールバッジのセレクションにした。これはあれですね、ベイジュヘイデンさんのライ麦のマッシュビルが多いっていうのもすごいんですけど、ブッカーノーのですね、そのいろんなね、アレンジのバーボンを作っていこうというね、その一つの、姿勢、バーボンの先輩に、バーボンの作り手の先輩に学ぼうっていうね、姿勢をね、呈してるっていうね、そのね、姿も美しいですよね。そういう意味ではこのベージュヘイデンっていうのはすごいね、なんだろう、納得できる。あとジムビームのブッカーノーが偉いなーっていう風に改めてね、そう思いましたよね。いや、すみません、ちょっと熱くなってしまって申し訳ございません。さあ、どれも美味しかったね。さあ、これで乾杯しましょう。今日の嗜好どれも良かったけど、いや、なんだろうな、私の個人的な今夜飲んでいきたいのはエライザクリームかな。こちらがやっぱりね、そのなんだろう、甘さ的な感じっていうのが非常にそのちょこっと、チョコレートシリアル的な感じ、シリアルチョコレート、シリアルのようなミルクチョコレートにシリアルがかかってるような、こういうのがやっぱりね、なんていうのかな、個人的な思考に今夜は合うのかなと思いました。では今夜は伝説のバーボンの職人の名を冠した3銘柄、それもそれぞれ全てスモールバッジ、少量仕込み、選ばれた樽だけで厳選されて作られた、バッティングされたプレミアムなウイスキー、バーボンウイスキー、エヴァン・ウィリアムス、エライザ・クリーク、ベージュ・ヘイデン、この3銘柄で乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の熟女でした。